レパントは、スペイン海軍の駆逐艦で、チュルカ級の一隻。艦名は、レパントの海戦にちなむ。1930年収益スペイン内戦中、レパントは、政府側所属であった。内戦初期は、レパントは、スペイン領モロッコとイベリア半島との間での、反乱軍側の兵員輸送を阻止するため、ジブラルタル海峡の封鎖に従事した。それから、北部で孤立した。 政府軍を支援するためカンタブリア海へ向かう艦隊に加わった。また、シェルシェル岬沖海戦に参加し、戦乱護衛にも従事した。パロス岬沖海戦では、レパントは、駆逐艦、サンチェス・バルカイステウギー、アルミランテ・アンティキオラと共に反乱軍側の十十に洋艦バレアレスを来撃し撃沈した。1939年3月5日、 死刑を逃れたいと思う乗員によってレパントはカルタヘナから逃れ他の官邸と共にチュニジアのビゼルトへ向かった。そこには3月11日に到着し乗員は政治亡命を求めた。ムは抑留され乗員の大半はメヘリザブンスの収容所に入れられた。1939年3月31日に 輸送船マヨルカとマルケスでコミイリアスが艦を引き取るための新たな乗員を乗せて到着した。内戦の公式な終結から24時間後の1939年4月2日、レパントは姉妹艦と共にスペインへ向け出港した。そして4月5日にカディスに到着した。1940年7月27日、対戦訓練に参加中潜水艦。 c-4 と衝突した。c-4 は2つに引き裂かれ沈没した。c-4 の乗員44人すべてが死亡した。レパントは1957年5月24日に退役し、1958年にスクラップとなった。ジオニシオ、ガルシア・フローレス、ベックスデラ。 ゲラシビルエスパニョーラディストラクトアーズライブラリー ISBN84 から932284から7から8ヒュートーマスザスパニッシュシビルウォー、モダンライブラリー ISBN0 から375755152ありがとうございます